ミスター・チルドレン・ミスター・チルドレン・ブラッドオレンジツアーミスター・チルドレン・ブラッドオレンジツアーは日本のバンドミスター・チルドレンの映像作品である。2013年12月18日にトイズファクトリーより DVD とブルーレイディスクで発売。セブンティーンスアルバムブラッドオレンジ発売後の2012年12月から2013年6月まで開催されたライブツアー。 ミスター・チルドレン・ブラッドオレンジツアーを映像化した作品。本作は5月12日に開催された森岡市総合アリーナでの公演の模様が収録されている。なお、ミスター・チルドレンのライブビデオで東北地方での収録は本作が初となった。また、リリース前後に Not Found 抱きしめたいハッピーソングマシュマロデーの4曲が YouTube の m r ターチルドレン公式チャンネルで順次公開された。今回のツアーでは沖縄公演を除き左右中央の四角のスクリーン以外に六角形のスクリーンも多数使用されており桜井和俊はこのスクリーンを MC にてイミテーションの窓と呼んでいた。なおツアー前半のドーム公演のみで披露された靴紐マーマレードキス数え歌トゥモローネバーノーズ 空風の帰り道は収録されていない。オリコン週間 DVD ランキングでは、東方新規の東方新規ライブツアー2013タイム、ファイナルインニッサンスタジアムに阻まれ、初登場2位となった。オープニング過去と未来と更新する、男ラブ始めましたワールズエンドノットファウンド花言葉、柔らかい風抱きしめたいサレンダーピンク奇妙な、夢上トークセンターオブユニバースギ体ファンファーレ。 イミテーションのキピーシズハッピー、ソングヒップの出演ド・オブ・ザ・デー、イノセント・ワールド・エ・ソラ・マシュマロ・デー・店長バス・ヒーロー、祈り涙の軌道エンドレル。ありがとうございます。